どうもお疲れ様です吉谷さん貯金がね全てっていうのは、まあ、ある時代におけるすごくいい考え方だったと思いますよ例えば今ね利回り5%のビジネスっていうのがあるとしてで1000万円で50万円毎年毎年利益が残るビジネスですよだから1億円使うと500万円が毎年手元に残るこれが利回り5%の商売だと思うんですよでも一時期日本は利回り 8%の預金があったわけですよねこうなると働くよりも預金してた方がいいわけですよで、働くことのパフォーマンスって結局8%以上の年利が稼げればやるで実際にそういう8%以上の利回りのビジネスがあったんで年利で20%とか30%とか50%みたいなのが潤ってたわけですよねまさにバブルの時代ですよでも今は金利がすごく低いから貯金はそんなに 有効ななな手段ではいいととうことにもなりますむしろお金を借りて利息なんてほとんどつかないんでそれでビジネスぶち上げて利回り 10%20% みたいなものに挑戦した方がいいのかなと思うんですよね、まあ、だからお金がなければあもう借りるコストって今すごく低いんでどんどん借りればいいのかなと思いますし最悪返さなくてもね何て言うんですかあのお金はあの世まで持っていけないっていうじゃないですか同時に借金もあの世まで追っかけてこないというね だから借りてもんがちなような気がしますけどね。借金こそ奇跡。借金こそ正義。借金って感じですよね。いってらっしゃい。